今日は先週の土曜日にね、神戸港の沖にある堤防で、ちょっとショップさんのイベントでね、ベイトフィネスのキャスティングスクールと、まあ、マイクロメタルを中心にした、実況教室みたいな形でやりまして、そこで、まあ、実は、まあ、今年になってで地球さんが段取りした横浜野島沖堤防でもう同じようなことをやったんですよ。まあ、その時にも経験しましたし、サビオとサビアの受注会を広島の亀屋さんという、量販店さんの、ね、お店でおさわり会と試投会やった時と今回の土曜日とでね、実は3回目なんです。ベイトキャスティングにまつわる、いろんな質問されるわけなんだけど、これ共通な質問されることがあるのね。例えば、ね、皆さんも僕の YouTube なんかで見てもらったら分かるように、僕ライトゲームのベイトって左巻き多いですよね、うん、だけど熱心に見てる人は僕が、ガチハタなんかだと右巻きで使ってることも多分知ってる人もいると思うんです。僕は両方使うんですよ。で、そこでよく来る質問が、あのお方がね某あのお方がベイトは絶対右じゃないとダメだ。よくよく聞くとあれ間違ってるよ、みんな。村田はじめさんが言ってることを絶対右だって言ってないよ。右から覚えなさいって言ってる、ね、ベイトキャスティングの基本は右利き右投げの人は右ハンドルでやるのが、それがベーシックだって基本を覚えなきゃダメだよってことを言ってると僕は思う。ね、僕右利きだし、右利きで右投げなんで、野球でも何でもで右ハンドルつけてるんです。右ハンドルをで、村田さんがなぜ右ハンドルで覚えろって言ってるかって言ったら、もうこれは本当にね、単純な物理なんですよね。こういうバットジョイントの竿で振ってみたらよくわかるよと村田さん言ってたよね。これを強く振ると振り抜いた時に、右ハンドルの場合はこのリールって左右均等じゃないので、ウエイトが右ハンドルの場合は右側に、ね、メインギアだなんだの機能が乗ってるの、こっち側が重たいわけよ。こっちは重たくないのよ。だからウエイト配分が上に来てるものを上にして振った方が決まりやすいよね。フィニッシュから何かでがピシッ、うん、ところがこれが左ハンドルで下に来ると慣性が下向き働くのよ。まあ半分で見てごらん、こっちとこっちと。こっちないもん、何も道具が。こっちぎっしり詰まってるじゃん。ここへギアから何からぎっしり詰まってて、その上にハンドルの重量が加わるよね。ここから真半分にした時にこっちが上側に重量配分が来ているものを実際にキャストして振って止めた時に、ここの重たいやつのモーメントってどっち方向に働くかって言ったら、キャスト方向に働くんですよ。ここで止めた時にこういくの、上が重たいんだけどこう飛距離方向に働く。だからすごくスムーズなの。ところがこれが左ハンドルでウエイト配分が下側に行ってるものを上から振り下ろすと、ここの下のウエイトが下方向に働きやすいの。真下じゃないよ、さすがに。さすがに真下にはいかないと僕も思うんだけど、人間誰だって前に投げるんだから、ま、真下にはいかないものの斜め下ぐらいになってる。ハンドルが上だと割と飛球方向へパン。スピニングはこう振り下ろす人がよくいるけど、ベイトの場合はほぼ振り下ろさないので、特に遠投するときにはこうこの辺で止まってるよね、腕がね、こういう角度で。そうするとこの上の重たい配分は正面に働くの、前に。ところが左が重いと正面に働かずに、ちょっと若干下方向に慣性のモーメントが働くから、キャストフィールがいまいちよろしくないし、飛距離も伸びないから、うん、ダメだよっていうことを言ってらっしゃるんですよ。だからもう間違いないと思う。じゃあなぜ僕が左ハンドルをほとんど多用するかって言ったら、
一言でもう簡単よ、あのライトゲームだからよ。俺見て、こっちがライトゲーム用だよ。わかるかな、倍ぐらい重たいんだよ実は。ここが、ここ、はい、つまりね、そもそも軽く作ってあるリールよ。右も左もね、ウエイト配分がね、そんなに強くないのよ。だからこれはハンドルを下にした投げ方をしても、こういうごっついリールに比べたらね、慣性モーメントが働きにくい。だからあんま関係ない。こういうアルファスエアストリームカスタム左ハンドルつけました。本当にね、よくやってますよね、あの方ね。こうやってグリップだけでバシッと振ってみろって。左ハンドルでバシッ振ったって何の違和感もないよ。やってもらえよ。軽いもん。だからライトゲームに関してはね、関係ない。じゃあ、プラス、僕らは右利き、右投げの人が現場で、右ハンドルでやった場合ね、2g つけました、投げました、着水しました、持ち替えて右。これめんどくさくない？普段スピニングで何やってる？スピニングで、ライトゲームやってる人ね、右利きでも2割ぐらいじゃないかな、右ハンドルの人は。右利き右投げの人で8割はスピニングリールで左でしょ。竿の操作どうしてる？みんな右手でこう操作してるよね、スピニングリールつけて。だから僕たちライトゲーマーってのは基本的に右利きの人はロッドワークを、ロッドの操作を右でやることが慣れてて、しかもすごい繊細なことするよね、僕たちは。こう、ふっふっふってやったり、チュ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 ってやったり、コンと当たりがあったら、で、僕なんかの場合だったら、コンと当たったら、じわーっと聞きに行って、ふっと抜いて、じわーって、ふって食い込んだ、ピシッ。これを慣れない左手でロッド持って、やれる？やれなくないよ。すっごい違和感があるし、難しいよね。うん、だから自然にいつも使ってる右手でロッド持った方が圧倒的な操作感良くなるわけ。これが僕が左ハンドルにしてる一つの理由。こんな説明をね、キャスティング教室のね、当日も右ハンドル右ハンドルって言われるんですけど、どう考えたらいいんですかっていう方に、その辺を実際にお伝えしました、うん、でそもそも自分が一番やりやすいやり方でやればいいんですよ。ね。で、理屈つけるならそういうこと。僕は、両方使います。僕はどっちがいいとかじゃなくて、釣り方や状況に合わせて右や左を使い分ける。じゃあ、レオンさんはそうやって左も使いながらなんで右が必要なの？これは1オンス、つまり 28g、それから 50g までの、重たい、リグを長尺の8フィート、9フィートの竿でドーン投げるときはね、やっぱり右の方が飛距離見れやすいし、投げやすい。で、あげく着水して、水抵抗や空気抵抗の大きいルアーを高速で巻きたいときに、ね、高速で巻きたいとき、左手でこの高速で巻けるか。僕は巻けなくはないんだ。僕バスやってた時から右投げ左投げ、どっちでも回すから僕は動くんだけど、一般的には左手でカーって高速巻きはしにくいよね。で、僕にしてもガンダーが右利きだから絶対的に右の方が高速巻きはしやすいのが一つと、魚かけた状態で竿がぐーっと溜まった状態で右手のウインチでこうほんの数センチでも数十センチでも魚の頭をこっちに向けたい時には左手じゃやっぱきついの、力が入りにくくてね、うん、そういった理由で、ガチハタゲームだとか青物ゲームなんかの時は基本的には僕は右巻きです。僕の場合は本当に釣り物と使う道具で右左がね、細かく僕は僕に合わせてやり替えてます。次にね、3回目のこのキャスティング教室で得た僕のこう感想なんだけど、最初に言ったようにこう、うまく投げれない方が
やっぱり何十パーセントかいらっしゃって、まあ、見事に皆さん投げられるようになって帰ったんですけど、あのベイトキャスティングがうまくできない人の共通項を発見した。教えてるうちに、なんで投げれないんだろう、共通点があるね。一番の共通点はね、そもそもその投げるスローイング投擲ね、この基本がねできてなかった。あ、野球のボール、これをね、男の子ならあの人生の中で絶対経験してる、女の子にボールを持たして投げさせてごらん。これ男の子でもね2割3割いるんだ。最初はあの本能としてできない人が、で本能的に最初からできる人もいるんだけど、ボール持って投げろって言ったらこう思ってこうやって投げるんだよ、ね、女の子だったらこう両手まで上げちゃってえいってごめんね女の人やるじゃん。でもこうやってえいって、これじゃあ遠く飛ばないね。ボールを遠くへ飛ばそうとした時に大事なのは肘の高さなんだ。肘をこの高さにしたまま、えいえい、遠くに飛ぶわけないじゃない。ボールを遠くに飛ばそうと思ったら肘の高さどうなる？みんなやってみて今。ね、僕は野球の少年野球のトレーナーもしてたから、ちゃんとそこら辺は物理的に子供たちに教えてたんだけど、遠くに投げようと思ったら肘は上がるんだよ、ここまで。ほら。極端でなくても、この水平でもいいや。少なくともここじゃないんだよ、肘は。肘がここにいたまま投げようとするからいけない。ね。こんなことして投げ、ね、ピッチャーはガバーッと開いて、うわーっと投げる。キャッチャーはこっから取って投げる。それでもキャッチャーでも肘上げるからね、投げる瞬間には。ここまで上がるんです、肘が。ね。あのベイトキャスティングがねうまくできてない人はね、そほとんどそれだった、気がついた。でこれスピニングだと気がつかないんだよ、不思議なことに。でスピニングキャスティングで癖がついちゃってるから、そのまんまの投げ方してるからうまく飛ばない。でスピニングキャストの場合ね、ここ 1g ぶら下げてると思って、でこう持ってるよね、糸をここスピニングリールだからこう取って、でこっから投げてるよね、ピシッって大抵この正面に平行にぶら下げたルアーがあって、こっからパシッって振ってるじゃん、してるでしょ、やってるよね肘はどうだった今、スピニングキャストの場合ピシッ、肘動いてないじゃん。これは野球で言うなら内野手がセカンドでもショートでもいいよ、強いゴロを捕球して取ってファーストに送球するときにこの流れのまんま肘は肩から上に上げずにこのままパーンとスローイングするじゃないね。カープの忍者の彼でもやるでしょ、すくって肘上げてる暇ないからこっからパーンってスナップで投げるよね。いわばね、あのスピニングのライトゲームの投げ方ってね、肘下げたまんまのスナップキャストになる。スナップで投げてるんだ、こう。でも、ベイトキャスティングで、いくらフィネスとはいえ、ソルトでフィールドへ出たら、広い海原へ遠くへ投げたいわけ。そうすると、内野手の投げ方じゃダメなのよ。特に肘の使い方が。ボール飛んできました。で、フライだったら、一辺下がって、で少し前に出ながら補給して、補給すると同時にぐわーっと体を開いてね、こんなに肘高く上げてブワーッと投げるから遠く飛ぶでしょ。実はベイトキャスティングで、遠投するときに最も重要なのはそこです。はい、クラッチをカチッと投げるようにしました。持ってます。肘を上げて投げるんです。肘が上がってるんです、みんなよく見たら。当日ね、インストラクターとして一緒に来てくれた地球さんやゆうすけがキャストしてるのを横から見ててもちゃんと上がってるんです、肘が。これが一つ
これが大きかった。で、教える側としてもそこにね、あの野球のスローイングを教える時にはもう基礎的に普通に当たり前に僕教えるのに、これが釣りとなるとね、気がつかなかった。教える側が、ああよく見たら肘全然下がったじゃん、こうやってなってんの、こうやってで飛ばないから力入れちゃうんだよ、こうやってビシッって、だからブワーッと爆発するんだよ。肘上げて投げてごらん、ふわーっと投げても遠心力働いてるからすごい飛ぶんだよね。肘まず気をつけましょう。とりあえずそれ覚えといて、あともう一点だけ、もう一個共通点、投げうまく投げれない人の共通点があった。サビオとサビアってこれグリップで、これはどちらかといえばセミダブル、片手でも投げれなくはないよ、ちょっと投げづらいけどね、まあ基本的にダブルハンドルだと思って、この竿にリールつけてルアーつけて持った時に誰しもなるほとんど 100% なんだけど、これ握っちゃうよね。握ったまま遠くへ投げようとするんだよ。見てて、肩と肘がどこ行くか、右手で最初からギュッと握ってると苦しい、行かないんだよ、止まるんだよ、こう右手がついてる、あ左手がついてるから、片手だとここまで行くじゃん。これに僕気がついた。今回僕はどうやってるかっつったら、僕の左手見てて、いつ左手がこれを握るか見てて、普段投げるのと全く同じように今からやってみるので、この左手がいつエンドグリップを握るのか。はい、でカチャカチャと巻きました、投げる用意しました、ここだ、もう一回いくよ、右肘肩を投げる、遠くへ投げるための位置まで持ってきた時に左手がついてきてるんだよ。上げる時に持ってると邪魔なんだよ、これ力入ってて、こんなに力入れて、慣れない人ほどギューって握って青筋たちぐらい力入れてるから、下手するとだから行かないんだよ、こう踏ん詰まって、で行かないのをこっから遠くへ強く投げようと思ったらもうバシッと振るしかないから、オーバーランスする、グワーン、あの変な力のかかり方するわけ。ここ本来こうやって投げるもんじゃね、肘を上げて肘から上げるんだよね、ピッチングのスローイングって。肘から上げて胸が張って出てきて、肘から出ていって最後ね、手がこうついていくってのがね、スローイングの正しいモーションなわけだけど、それに非常に近いの。これだけ、これを教えて差し上げたら、目の前であっという間にうまくなるんだ、みんなスパーッと投げれるんだ。これ気がついたら、これはライブでみんなに言わなくちゃと。あとさ、このフィネスリールに1グラム2グラムの軽いものつけて投げてちょっとさっき言った理由でバシッと振ったらバックラッシュするもんだから、どんどん恐怖感が増していって、投げる時に強く投げたらバックラッシュするから、こういう投げ方してんだよ。現場行ったらしょうがない、投げないと釣りにならないから、無理やり投げるのにバックラしないで投げようとすると、ちょっとブレーキ締め気味にして、キャスコンも締め気味にして、上向かって投げてる、よいしょっていう。一番最初に僕やってました、肘がこの位置のままお姉ちゃん投げの放物線引きをヒューポチャ、こんな距離です。本当はパシーってここに行かなくちゃいけないの、ヒューポチャ、これで1グラム2グラム投げれましたって言ってんだよ。ダメ、意味ない。ベイトキャスティングって低弾道のライナーで一定以上の飛距離が出せて初めてベイトの意味と、アドバンテージがあるの。だからフィネスとは引け、ベイトキャスティングするときは強く触れて低い強い弾道でパクシーッと投げなきゃやる意味ないよ。やる意味ないよ。軽いものふわーポチャっていいんだったらスピニングでいい、ベイト持つんだったらパワーキャスト覚えて、 1g でもパワーキャストできるのね。でこれね、慣れてきたら分かるけど、ベイトリールってうまく、キャスコンブレーキ
機セッティング、それから竿を振る時の力の入れ方、体の前からビャッと振るんじゃなくて大きくゆったりスパーッと投げることによって竿がキューンとしなってるからものすごい初速がついて正しいスピードでスプールがシューッと回る、で速く強いスイング、キャストがライナーで低いライナーが飛んで初めて向かい風横風でもラインがこんな吹きまくられずにスピニングよりはるかにね、あの素晴らしいキャストができてベイトでよかったなぁなる。だからフィデスだからパワーキャストができないと思ったら大間違いなのでね、またあの動画撮りますのでぜひぜひちょっとね皆さんも勉強して練習してみてください。